リートソッシーのラジオ歴史小話ジャカ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 ということで今回始まりました、過去と現在を紐付けてさらに未来を見通してしまうすごいすごい、将来予測ができちゃ こう奇跡の番組ラジオ歴史小話ですハードル上げたいや過去にないハードルの上げ方 で、ね、イントロを作ってしまいました、ね、いやまあでもこうね体調前回の会話でも出ましたけど、うん、体調バッチシのソッシーそうですもう仕事も多分きっとバッチシなんでしょうね夏に向けて上げ上げな感じで上げ上げな感じはいそう仕事もねもうコンサルの仕事やってるんですね、はい、僕ねでもう5年くらいになって一回まああのベンチャー企業入ってまた戻ってコンサルやってるんですけど、はい、やっぱり長年の蓄積ってこういった形でできてくるんだなっていう少しね大人になった感じが上げ上げな感じなんですね、はい、何が変わるかってお客さんが変わりますねもともとはスタッフとか、課長さんとかとお話しするだけだったのが今役員さんとお話ししたりとかっていうところまであの領域が広がってきたそれって、はい、僕いつもちょっとよく思うんですけどスタッフさんとか、はい、課長さんとかだったのが役員さんと変わりましたってなっているとかって、うん、よくそういう肩書きで、の人とアクセスするようになりましたとかってよく聞くんですけど、はい、それってどういうことなんですかなるほど、ね、っていうのが、はいちょっとあって、うん、それは決裁権を持っている人と直に話すことができるようになりましたっていう意味ですか？僕、まあ、その観点もありますね、やっぱり営業としての役割もあるので、うん、取りに行かなきゃいけない、ね、ただ一方で役員の人が、まあ、方向性掲げてそれをスタッフの人がどうオペレーションで持っていくのかっていう実行と頭と手足の部分ですよね、ここを一気通過して、まあ、両方の方は目の前でお話をするという意味で言うと、まあ、意思決定が早いしちゃんと上の方の、あの思いも組みながら現場の仕事もしてもらう、ここの、あの伴走ができるのかなっていうところが僕が感じるところですね。それって、何でしょう、まさにコンサルの仕事で誰をどういうふうな目線、何を問題解決するかっていうところだと思うんですけど、うん、こう手足の困ってることっていっぱいあるわけじゃないですか、うんはい、で実務上の困難とかそれを解決したいっていうようなものもあると思いますし、経営上の課題とかその KPI をどう設定したらいいのかとかそういった指標をどういじるのかっていうこう部分もあるわけじゃないですか。それってこう全然違う話であって、今の KPI とかそっちの指標をどう作り込むのか制度設計をどうするのかっていう話っていうのはもちろん現場の意見とか考えも大切だと思うんですけど、まず経営者とか役員とかそういうクラスの話っていうのも大切に、まあ比率の問題だと思うんですけどね、大切になってくると思うわけですけれども、今ソッシーがやっているコンサルっていうのはどっちが大きい、どっちをやりたいとか、うん、どういうふうにしていきたいとかっていうのはあるんですか？数字が大きいですね。数字が大きい、はい、数字というのはまあ今インターネットウェブサービスって欠かせない、うんうんと思うんですよね、うんうん、でそこに対してどれぐらい人集まってきてそれがどうビジネス的に、うん、数字でインパクト出てくるのかって割とブラックボックスになってたりするんですよね。入居者さんの、まあ、サービス利用者さんが2万人とかいて、うんうん、で年間で何百万ってアクセスあった時にで誰がどこを見ていてどれがそのビジネス的にインパクト大きかったのかって、うんうん、インターネットウェブホームページ持つってできるんですけど、それがまあ誰がいつ何を見てどうその何を買ったとか、うんうん、そういったところを踏まえて次どういった施策を打っていけるのかっていう意思決定につなげていく、うんうん、ここって整地化するといろんな面白いことが出てくるんですよね、うんうん、でそういうのを積み重ねていくと会社としての KPI でこういうのを掲げられるんじゃないですか、うんうん、今まで使ってなかった人たちを使えるようにすると、まあ、こういったインパクトもあるし、そのために何をやっていきましょうかと。それってこう、うん、経営者に定期的にインプットするっていうのが大切だと思うんですけど、うんはい、どちらかというとやっぱり現場の方がそれを理解して運用していって、うん、現場から例えばその経営者の方に報告が上がっていくっていうようなやり方もできるんですか？うん、そうですね。だからそういう意味で必ずしも経営者と会えるようになるっていうことがいいことなのかどうかって、うん、また良し悪しなのかなって、うん、もちろん目的とか考え方にもよると思うんですけどね。
でやっぱそういうコンサルとか顧問の仕事っていうことをやっていくっていう上で、はい、一つにすごく参考になる人っていうのがやっぱ講師なんですよね。ロゴで有名な授業の講師、はい、でまあ師っていうのが子供の子が先生って意味なので、講師先生っていうのはマウント藤山と同じような感じになっちゃうので、はあはあ、まあ講師って止めておいた方がいいと思うんですけど、うん、あのまあ、それは単なちょっと知識のひけらかしになっちゃうんでね、なんか嫌味な感じになっちゃいますけども、うんうん、コンサルだった、コンサルをねやりたかったっていうのが一つ大きいところで、はい、あのまあ、彼自身がその何をもってコンサルっていうかにもよるんですけど、うん、彼自身が王様になりたかったわけじゃないんですよ、うん、将軍とかって 王様とかになりたかったわけじゃない、うん、上に立つわけではなく、上には立つんでしょうけどトップに立つわけじゃないですよね、うん、そうか、コンサル上には立っているけどトップではない、トップじゃないですよ、うん、だってコンサルは意思決定はできないですよ、しないです、しないですよね、意思決定のサポートとかをするだけであって、うん、それはコンサルの仕事じゃないので、それは経営者の仕事なので、うん、なので講師っていうのはどちらかというとその王様とかに自分の理念とか考えていることを伝えて、その彼らがきちっとした政治というか経営ができるようにしたかった、うん、国を国家とか政府っていうものを企業に置き換えれば、そのトップっていうのは社長だし王様だし、で、まあ、顧問とかコンサルっていうところとこう政治顧問、政治理念家、実践家っていう側面っていうところが行ったり来たりしていくわけなんですけれども、孔子っていう人はその当時の中国の社会において、まあ、一番大きい大企業である国家っていうものに対して、まあ、その国のトップにこうどういうビジョン、理念を掲げて何を KPI にしてどういうふうな経営をしたらみんながハッピーになれるのかっていうことを説いてたっていう人なんですよね、うん、なるほど。でそこの部分について彼の考えとかそういったものが受け入れられずに彼は流浪していくわけなんですけども、後々彼が死んだ後にですね、その自分の考えとかそういったものを孔子が言ってることいいこと言ってるじゃないかと、うん、で彼のその論語って知ってます？論語知ってます。論語ってね、どんな本かってそのタイトル通りなんですけど、うん、語を論ずる、うん、だからいろんな言葉の定義だとかそういったものをこういうふうに考えてるとか制度とか仕組みっていうのはこうあるべきだとかっていうことを、うん、けんけんがくがく自分の弟子たちとかとも一緒に孔子が語っているわけなんですけれども、そういうこう理念とか言葉議論っていうもの、そういったものが生々しく伝わってきているんですよね、うん、全部が全部孔子の本当に言った言葉なのかとか、うん、いろんな疑問がつくような部分もあるんですけれども、やはり非常に生き生きとしたみずみずしい言葉で綴られている、これがまあ本当にある意味彼がコンサルというか熱意を持って人に何かを伝えようということをしていたんだろうなっていう。なるほど。でまとめてくれたのは彼のお弟子さんたちがまとめてくれていっているわけですけれども、はい、なんかそういうこう生々しさっていうところで彼自身の人間講師で、まあ、流浪のコンサルタントという意味で彼自身の考えっていうのが当時まだ受け入れられなかった、要は売上至上主義な社会においてこう理念先行型の経営をしましょうっていうのがなかなか伝わらなかった、うん、でいうところが経営者だけじゃないと思うんですよね、その下にいた人たちスタッフ含めてみんな、いやそんなこと導入して何の役に立つんですか、このコンサルがこんなこと言ってるけどそんなことして何の役に立つんですかっていうような多分現場レベルでも疑問点がついたりとかしてなかなか上受け入れられなかったっていう側面もあったと思うんですよね。逆にでも今この時代残ってるってことは中長期にわたって共感される文脈がものすごく多い方ってことですよね。だから何も一つのその何でしょう、理想像、精神君主ってこうあるべきだ、こう経営者ってこうあるべきだっていうことについて、やはり長い目で見た時に、いや売り上げをこう保つのがいい経営者じゃないとか、あの雇用だけ守ってくれればそれでいいわけではないとか、いろんなものが付加価値として、提供できるっていく、そういうふうな時代関係に変わっていってるのかなと、なのでこうコンサルタント組織としてもですね、はい、たとえ流浪するようなことになったとしても自分自身の目標、目的、理念っていうもの、これについては決して見失わないでいってほしいですね。一回お寺で寺子屋
に行ったことがあって、子供たちが素読をしてました。し、のたマーク、し、のたマークってすごい可愛い感じでした。昔はあれがね、すごくいろんなところでやられたんでしょうね、うん、面白いなと思って、そんなお話を思い出しながら今日は、お話をしていました。はい、ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソシーでした。